こうから誰か走ってくるな。やっべ、間に合われぞこりゃ。ようエギル。ああ、悪いが今は取り込み中だな。一体どうしたんだよそんなに慌てて。実は今時間制限付きクエストの途中でよ、荷物を数箇所に届けなきゃいけねえんだ。一人でか。ああ、そんでもうすぐその時間制限が来ちまうんだよ。てなわけでじゃあな。あ、待てよエギル、そのクエストはパーティーメンバーが協力可能なものか。ああ、可能だが、お前まさか。急いでるんだろ。荷物を何個か俺に分けて届ける場所を教えてくれたらそこに行くよ。そうか、すまねえな。じゃあウィンドウを出してくれ。ああ、了解だ。パーティー申請を承認と、あとは荷物を渡してくれ。すまねえな。このアイテムは広場にいるローウェルっていう NPC に届けて、こっちのアイテムは露店の並んだ通りにいるアーチャっていう名前の NPC に渡してくれ。わかった、それじゃあ届けに行ってくるぜ。ああ、よろしく頼む。ふう、これで届け終わったな。アンガトよ、おめえのおかげでクリアできたぜ。ああ、 NPC に報告は？もう済ませた後だ。助かったぜ、手間かけちまったな。別にいいよ、暇で手伝っただけだし。けどさ、これって一体何のクエストだったんだ？ NPC から店をやるならこういうことに気をつけろみたいな話を長々と聞かされたんだけど。ああ、そういや説明してる暇もなかったな。これは町の商人たちから認められるためのクエストだよ。荷物をどれだけ早く客に届けることができるかで商人の資質が試されるみてえな内容だったんだ。クリアすることで NPC 商人たちからアイテムなんかを安く仕入れられるってわけだ。なるほどな。ってことはエギル、こっちでも店やるのか？まあ、どうするか迷ってんだけどな。それじゃあもしかするとあの悪徳商店がオリジンでも開店するかもしれないのか。おい、誰の店が悪徳商店だ。いや、 SAO のアルゲードにあった店も ALO にあった店も買い取りの値段の厳しさなら忘れないぜ。良心的な価格のつもりだったかな。そんなに厳しかったか。ああ、買い取り価格を前に涙をこらえるプレイヤーを何人と見たことか。まあ、こちとら商売だからな。そうそう甘くしすぎるわけにもいかねえんだよ。半分は冗談だって。半分かよ。だってエギルはデスゲームだった SAO の世界で自分の店の収益のほとんどを中層ゾーンのプレイヤー育成に回してただろ。だからさ、本当に人情あふれる商人だったと思うぜ。何のことだ、よくわかんないな。とぼけたってちゃんとみんな知ってるって。まあ、店を開店してもしなくても改めてよろしく頼むぜ。こっちの世界でも思い切りゲームを楽しむには
ぶっ飛んだハイゲーマーのお前さんがいねえと物足りねえからね。こちらこそよろしくね。最高だ。
今日はどのあたりを攻略しようかな。ここらはもうあらかたマップを埋め終わったし。こうでしょうか。重心をもっと前に置いた方がいいかな。ん？この声は。やっぱりリーファとプレミアだったか。あ、ごきげんよう。ちょうど二人の声が聞こえたからさ。何をしていたんだ。今はリーファに剣を教えてもらっています。これくらいなら私も役に立てるかと思ってね。リーファの特訓を受けたら着実に強くなるだろうな。私の指導がなくたってプレミアちゃんは筋がいいからすぐに強くなれると思うよ。だってさ、リーファのお墨付きだぞ、プレミア。頑張ります。さあ、特訓の続きをしよっか。はい、よろしくお願いします。俺も見学させてもらおうかな。どんな特訓をするんだ。基礎的な動きはある程度できているし、最後に実践的な訓練をしたいんだよね。そうだな、少しフィールドを進んでみてモンスターを何体か倒してもらおうかな。わかりました。リーファ、あそこに敵がいるぞ。本当だ。じゃあプレミアちゃん、あのモンスターと戦ってみて。もちろん無理は絶対にしちゃダメだよ。わかりました、やってみます。念のため俺たちもすぐ後ろに控えていよう。うん、頑張ってねプレミアちゃん。はい。ふっ、お、いい一撃が入ったな。プレミアちゃん。リーファ、加勢するぞ。うん。せい。大丈夫だった？プレミアちゃん。はい、少し攻撃を受けましたが大丈夫です。無事でよかった。すみません、期待に添えませんでした。そんなこと気にしなくていいんだよ。無事でいることが何よりなわけだしな。それにプレミアは十分に戦えていたと俺は思うぞ。私がですか。うん、私もそう思うな。剣の扱い方も間合いの取り方も良かったよ。しかし結局一人では勝てませんでした。重要なのは勝ったかどうかじゃないぜ。そうでしょうか。勝てなければ強くなった証拠が得られないのではないですか。ううん、そんなことないよ。プレミアちゃん、初めて剣を握った時のことを覚えている？はい、覚えています。その時のプレミアちゃんが今の敵と戦ったらどうなってたと思う？当然勝てなかったと思います。それでも今のプレミアちゃんは相手にも攻撃を当てたし、敵の攻撃もある程度さばけてた。それってプレミアちゃんが成長したことの証なんだよ。私の強くなっているってことの証拠だよ。今回は勝てなかったけど、次はもっとうまくやれるはずさ。私も強くなれているんですね。
諦めずに頑張ったから今のプレミアちゃんがいるの。きっともっともっと強くなれるよ。それなら諦めずにもっと頑張ります。なのでこれからもよろしくお願いします。教えがいのある弟子だな、リファ。うん、これからも任せて。それじゃあ今日はここまでにして町に戻ろっか。はい。どうしたんだ？どうも。どうしたんだ？どうも。どうも。
どうも。どうも。どうも。どうしたの？どうも。よ、フィリア、何しているんだ？あ、ちょうどいいタイミングかも。なんだよ、ちょうどいいって。これからリーファと剣道の特訓をするんだけど、一緒にどうかな？ああ、前に言っていたやつだよな。もちろん俺も付き合うよ。今日はね、複数のモンスターを相手にして立ち回りと攻撃のさばき方を練習するの。へえ、なるほどな。あ、リーファも来たみたい。お待たせしました。あれ、もしかして特訓に付き合ってくれるの？まあ、ちょうど今その話を聞いてさ、付き合わせてもらうよ。本日の特別講師ってことで。なんか責任重大っぽいな。それじゃあフィールドに行きましょうか。うん。
綺麗な剣筋だね。こうして見ているとよくわかるよな。もう何回かとっくに付き合っているんだけど、その度に感心しっぱなしだよ。そういえば家で晩ご飯食べている時もよくすぐはリーファからフィリアの話が出てくるよ。私の？とっくに付き合ってもらってはかどってるってさ。それってお世辞でも何でもなく、本当にリーファはフィリアの応援を受けて頑張ってるんだと思うぜ。そっか、そうだと嬉しいな。あ、そろそろ次のモンスターをトレインしてこなきゃ。俺も手伝うよ。大丈夫だから待ってて。今の話を聞いて応援するのを頑張りたくなっちゃったし。了解、それじゃあ頼んだよ。オッケー、かしこまり。フィリアのやつ、ずいぶん張り切ってリーファを応援してくれているな。はぁ、これでサンセット終了っと。お疲れ様、リーファ。あれ、フィリアさんは？フィリアなら次のモンスターを引き連れに行ったよ。なんかここまで協力してもらって申し訳ないな。でもそのおかげで剣道の腕も少しずつ成長しているって感じるよ。前に見た時よりも確実に良くなっているぜ。ありがとう。フィリアも喜んで応援してくれているようだし、いい。うん、だからフィリアさんの応援にしっかり応えたいんだ。あ、フィリアさんが戻ってきたみたい。本当だ、じゃあ特訓再開だな。よし、頑張ろうっと。助けてー。お、今助けてって聞こえなかった？どうした、フィリア？特訓のためにボアを何匹かトレインしようとしたんだけど、どんどんボアがリンクしちゃって40匹くらい連れてきちゃった。40匹？それはそれで逆にすごいけど、褒めてる場合じゃないな。よし、ひとまず逃げるぞ。わかった。行くわけにもいかないし、ねえ、どうしよう。二人とも、あの崖を駆け上がるぞ。崖？あの崖に登れば、ボアを追いかけてこれない。なるほど、その手で行こう。けど、結構あの崖高くない？スピードを乗せて、思い切りジャンプするんだ。あとは気合で登りきる。むちゃくちゃ。でもそれしかなさそう。行くぞ、ジャンプ。ジャンプ。そう。みんなどうにか登りきれたな。剣道の特訓のはずがクライミングの特訓になっちゃったね。ですけど、みんな無事に逃げ切れましたね。うーわ、崖の下登ってこられないボアですごいことになってるぞ。俺もこれだけ密集したボアは見たことがないな。我ながらすごい数だと思うよ。しばらくすればヘイトが切れて帰っていくはずだ。どれどれ。うわ、うじゃうじゃいる。おい、リーファ、そんなに身を乗り出したら危ないぞ。はーい。って、うわー
待ってて、今引き上げるから。あの服が引っ張られて。だって引っ張んないと引き上げられないでしょ。そうなんですけど、その胸が。おいリーバー、俺の手にも捕まれ。こっち見ないで。何言ってんだよ、ほら引き上げるぞ。だって見えちゃう。フィリアさん、もう一思いに手を離してください。そんなことできるわけないでしょ。いいからおとなしくして、引き上げるよ。何バカなこと言ってるんだ、ほら引っ張るぞ。しました。はあ、無事でよかった。リーファーボアに追いかけ回されたり崖から落ちたりとは忙しい日だな。思い出にはなったかな。今日特訓が中断しちゃった分はどこかで取り返さないとね。ありがとうございます、フィリアさん。けどいいんですか、こんなに協力してもらって。クエストを手伝ったお礼だとしたら十分すぎだと思いますけど。そんなの全然大丈夫だよ。それにリーファを応援しているのは別にクエストのお礼ってわけじゃないし。そうなんですか。私 SAO の時にフォローエリアってところに閉じ込められちゃってたでしょ。もうダメかもしれないって状況がいくつもあった中で、いつも励ましてくれたのが。そんな励ましたなんて大層なもんじゃないよ。俺はただフィリアを助けたかっただけだから。それこそが私には励ましだったんだよ。おかげで、だから恩返しってわけじゃないけど、みんなの力になれればなって思っているの。まあ押しつけがましく感じたら言ってね。そんなこと思いません。私フィリアさんに応援してもらえて嬉しいです。本当？これからも一緒に特訓しても平気？ぜひお願いします。なるほどな、フィリアがリーファを応援するのにはそうした理由があったんだな。この二人の関係はどんなことがあってもきっといい結果につながるだろうな。
れで決める。決める。